聖カス山石窟聖カス山石窟は中国チャン通称南京郊外の聖カス区聖カ三世六にある仏教石窟。別名は千仏遂はまた、付近には秋代に造営された天海岩も存在する。聖カス寺背後の左岸室の岩壁を造営した石窟群であり、南朝、最後に江南地方で営まれた石窟で異例が少ないため資料的価値が高い。 聖ミデ寺を改装したのは、南朝聖の諸子の民葬賞である。ハットを称聖して建立し、その後、三論州の僧、明、田、僧仙、吉蔵といった諸祖と称せられる名だたる学僧が重視した。故に、この地は三論州の発祥地とも呼ばれている。寺の方は、寺名が、東大以後に、九独寺、聖火隅寺、広しくも寺、古血寺と変遷し、 秋代の初めに、聖火隅寺と変わり、以後、現在に至っている。石窟に関しては、唐の上限3年に増留された、明朝君妃に関連する記述が見られる。それによれば、石窟を造営したのは、民僧、小の子にあたる明中明やハットラである、という。また、本尊に相当する、無料呪仏像は、南朝張の天官15年に、臨戦王。 小広氏が混流した、とする。一方、雪山市には、南朝鎮の構想による文章が収められている。中央には、北面した石窟がうがたれ、その中に、無料樹仏像を安置している。その仏像を中心として、小規模な石窟が、北東方向に4窟、西側に20窟が確認できる。三尊仏や十六羅漢、混合力士、 4天皇像などが掘られている。この石窟は砂岩質のため岩室が脆く、真滅が著しい。また、入り口部分などは後世の補修がされている。ありがとうございます。